しょ。どうものりごとうです。今回はモバイルデバイスとして究極を目指したというノートパソコン、この LG のグラムをチェックしていきたいと思います。先日この LG グラムのウェブ CM の撮影にも、水嶋ヒロさん、そして神玉劇場の神玉さんと一緒に参加させていただいて、この PC のね、対衝撃性能を試すために本体を拳でゴンゴンと殴り合ってみたり、いろいろと刺激的で楽しかったんですけれども、そんな LG グラム早速紹介していきたいと思います。まず LG グラムの2020年モデルは14インチサイズ、そして 15.6 インチサイズ、17インチサイズの3モデルになっていて、これが17インチモデルになります。かなりでかいです。17インチもあるんで、初めて持った時はこのサイズでこの軽さにね、びっくりしたんですけれども、各モデルとてもコンパクトに仕上がっていて、この17インチモデルだと17インチの大画面ながらボディサイズは 15.6 インチのサイズ感を実現していると。軽量コンパクトでバッテリー持ちが良く、なおかつ大画面で高速パフォーマンス、そしてミルスペックをクリアするという頑丈さを備え、日々使うノートパソコンとしてね、求める機能性が詰め込まれたモデルになってるんじゃないでしょうか。大きな特徴としてはそんなところで、僕が使ってみて一番いいと思ったのは、やっぱりこのサイズ感に対する軽さ、そして充電持ちの良さですね。持ち歩いて使うアイテムであればこそ、やっぱり軽さと充電持ちの良さは重要度が高いと思っておりまして、そこら辺の性能は申し分ないかなと思いました。この17インチサイズとかなりの大画面なんですけれども、持ち歩きに苦のない重量で、これで1350g、 結構ね、思った以上に軽いです。こんなでかい、こんな大きなサイズの画面がついたノートパソコンにしてはね、非常に軽い。そして 19.5 時間の連続利用が可能なバッテリー持ちの良さで、外出先なんかでね、ほぼ丸1日充電を気にせずに使っても安心感があるのかなと思います。導電材にカーボンナノチューブを採用することで、軽さはそのままに電池の持ち時間大幅に伸ばしたということです。うちの奥さんにもね、これちょっと持ってみてと渡したら、思ったよりも軽いということでね、驚いてました。あれって言ってましたね。やっぱりあとは、衝撃温度などいろいろな項目で耐久テストを行っているということで、ミルスペックをクリアする頑丈さを備えているということです。冒頭でも少しお話ししましたけれども、 WebCM の撮影の時でもね、テストでこの本体をかなり強めにガンガンと叩いて試したんですけれども、こちらの拳がね、拳が痛くなるばかりで、本体は無事と。多少雑に持ち運んでも安心して使えそうな点はね、ポイントが高いと思います。あとはマシン的なところで、 CPU は最新の第10世代のインテルプロセッサーを使用していて、 GPU は統合型のアイリスプラスグラフィックスを採用。パフォーマンスがね、しっかりと向上していて、僕もこのマシンで動画編集をしてみましたけれども、何個かね、動画作ってみましたけれども、この17インチのね、大画面と処理能力の高さも優秀なので、サクサクと作業効率高いなと思いました。他には、メモリだったりストレージ増設可能ということで、故障害にはなってしまいますけれども、メモリだと 24GB まで詰めるということで、自分で増設もできると。そんな感じに見ていくと、かなり隙のない仕上がりのノートパソコンだなと感じました。現在この2020年モデルの LG グラム、10名様にプレゼントする LG グラマーというキャンペーン中とのことで、キャンペーンの詳細はね、概要欄に記載しておくので、気になる方はチェックしてみてください。ということで、今回は LG グラムをご紹介させていただきました。